あれ、ヘリコプター、お前、それあれやん、お前、あれやん。あれやろ、大阪戦争やろ？ヘリコプターよ。ちゃうんかな？ラジコン、ラジコン、ラジコンよ。ラジコン作戦よ。ラジコン、ラジコンヘリコプター作戦じゃん。それ、大阪戦争やで、それ。あったもん買ったよ、それもあったよ。そっちで調べたらええんじゃん。好きやのに。俺より好きやのにな。俺よりそんなマリアやのにな。そんなもん調べたらええんじゃん、そっちでさ。そやろ？俺から俺に言わさんのかな。頭出てきて、死人が出てきて、いや、もう、その頭出てきたんか、そのおっさん言わんけどな。言わんけどさ。よっさんのお父さん、あんまなかった？あ、ほんま、あのおっさん、ほんまなんや。無線クラブのやったんちゃうんや。無線クラブのヤンキーやったんじゃん、ただの。一応やっとったんや、あのお父さん。正幸かな。正幸のおやつさんよ。正幸のおやつさん。 一応経験やっとったんや。なあ。そうか。経験やっとったんか。ああ、やっとったんか。なあ。ほんまヤクザの、あれやな、家庭やってんな。よっさんってさ。お前。これ、お母さんがあれやろ？キメセクのあれやろ？なあ。キメセクで、あれやろ？キメセクで生まれたんがよっさんやで。知ってた？お前ら。お母さん決めせくでな、それでお父さんヤクザやろ？おじいちゃんヤクザよ。おじいちゃんが有名人やろ？おじいちゃんがそのどっかの親分なんよ。親分らしいわな。そうやろ？これお父さんが今の正幸な。お父さんな。そうやろ？で、そのお母さんとおってんけど、なんかその、決めせくでな。これ決めせくで生まれたんがよっさんよ。だから何が言いたいから、だから覚醒剤恨んでるっちゅうかな。で、俺に辛く当たんのよ。わかる？俺やってないや、覚醒剤なんか。俺、シャブなんかやってないけどな。だから、あいつが勝手にイメージでさ、浜田イコールシャブって思ってな。俺、恨んでんの、俺のことな。俺のこと死んだらいいのにとか怒ってんのよ。な。それ、恨むん、お門違いでしょって。な。お門違いでしょって。お前。お前。あなた、それ、お門違いでしょって、それをな。な。恨む相手、間違ってますよって、それをな。すぐ言いたいよ。柳組長って誰よ。柳川組長じゃか。ミララさん、ありがとう。柳組長ってどこ、柳川組長か。どっちよ。そっちちゃうよ。ほんまな。柳川の親分と、兄弟分な。すごいな。すごいな。DC って言おうかな。DC って言おうかな。これから。あれの、よっさんのこと DC って言ってた。カバ持ちようかな。すごい。だから、それすごいで、ね。だけど。柳川の兄弟もやったらすごいで、お前。それ、ほんますごいわ、それ。ちょっと、態度改めようかな。ちょっと HMD ビビってたって言うとって。お前ら。ちょっと HMD、ちょっとビビってたって。ちょっとそれ伝言でお願いしますね。ちょっとそれビビ、そう、ほんまちょっと、な。変わり意味、そうやろうな。やばいな、もう言わんとこか、もうな。言わんとこからもあんまりな、よっさんのことだろうな。ディープすぎて、興味な。ほんま興味ない。俺も初めて聞いてんけどね。はい、お疲れさんです。どうも。
よっさん、体悪くなければ、いけいけでまだまだよ。情けで、いけいけなってんの、情け。人の情けでな。人の情けでいけいけなってんのよ。な。人の許しを得て、許しを得ていけいけなってんのよな。な。そんな、そういうの、そんなんなんよな、ゼロな。なんかどっかで情け受けてんのよ。人からな。あの人ってさ。それが、その人の才能かわからんよ。人から情け受けるも才能と思ってるよ。うん、確かにそうかわからんけどな。ある意味正しいかわからんけどさ。それなんよ。音質よ。ビニールハウスの中で、ね、吠えてんのよ。わかる？わかる？ビニールハウスの中でな、吠えてるんと一緒よ。俺から言わしたな。うん。よっさん、中学の喧嘩一番、キモいわな、小学校のよっさんよ。むっちゃくちゃ強そうでさ。知ってた？お前ら。よっさんの小学校の頃の写真よ。めっちゃめちゃ強そうよ。あ、なあ、よっさんのよ。キモいわ、あれ。うん、ほんま、うん。ほんまキモい。うん、そうなんよ。相撲取れたんよな。延長どうしよう。あ、ヤクザ知ってんねん、よっさん。一応知ってるんや。一応知ってるんや。三日で、あ、そう。やっぱあかんわな。ヤクザとお前、不良ってちゃうからさ。ヤクザとな、その不良の、異性のいい不良っておるやん。あれとちゃうからね、ギャングっちゅうかな。ギャング暴走族とか、そんなんちゃうからね、またね。ねえ。やっぱりその、あれなんよ。よっさんもあかんかったっちゅうことよな。そっちの世界のこと全くわかりませんが、亡くなった父方の、あなたのお父さんね。あなたのお父さんの、お父さん。お父さんの、あ、お父さんのおじいちゃんね。カノンさんだ。名前聞いたことあるようなないような。ねえ。俺、和歌山の田舎、片隅なんでね。近畿の片隅なんでね。あんまりその、都会の方の事情ってわからんけど、名前聞いたことある。その、カノンさんじゃんかな。うん、名前なんか聞いたことあるような気しますわ。はい。そうなんすか。あなたも東京ね、江戸っ子ね、一応。一応っていうか、江戸っ子なわけね。うん。だ、言わんかった？方面の時、おたって言わんかった？方面の時、和歌山来てたって言わんかった？親分よ。言うたやろ？見たことあるって。見たことあるよ。かっこよかった。うん。まあ、これ、2回目やけどな。2回目かっこよかったわ。うん。ほんま。俳優みたいな。俳優みたいでかっこよかった。うん。何年前かな。俺がまだ24ぐらいの時や。暑い時よ。ま、夏よ。俺言うたやろ、お前。効き目でな。効き目でさ。お前、冷服ないんよ。夏用の冷服ないから、冬用の冷服よ。熱ってお前、効き目でも汗だくよ、お前。汗だくよ、お前、あの夏よ。地獄の夏やったな、うん。服はないんよな。そやろ。汗だくだ、冬のお前、冷服でな。もう暑かった、うん。その時よ。その時、あれやな、あれだけどな。来とったんやけどな。うん。東京生まれですか。うん、
もうこの話ですか？もうこの話だったらね、もういろいろ言うんよ。わかるな。もうこの話ですか？なんか恥かいてるような気するの、この話だったらさ。わかる？こんな話だって、ここだって面白ないんよ、悪いけど。なあ。もうなんかやめません？しょうもない話な、うん。もう別の話しようよ。なあ。またこれ動画上がったりするじゃな。まあ俺も嫌なんよ。な嫌っちゅうか、ええけど、上げてくるのもええけどさ。なあ。佐野が、地方省、入ってないと思うけどね、あのね、あの、あれなんよ。根っからの王様なんや、あの人ってな。わかる？根っからの王様。王様タイプなんよ。なんもせえんのよ。酒飲んでな。酒飲んでさ、ガンガン言うから、俺が上やって言う、まあ、そんなタイプなんよ。佐野ちゃんでな。だから、頭あんま使わんのよな。あの人。俺らさ、時々パズルとかするやん。パズルとかゲームとかするやろ。なんか頭働かしてん、なんか人のためとかな。人のためとかさ、このなんかその自分の知識アップしたらないとか、そういう知識、そういうあれよくあんのよ、俺ら。わかる？人のためにちょっと人助けたいとかな。ゲームで人助けたいとかな。な。ちょっとゲームで遊びたいとかな。なんかこう、なんか常に頭使いたいなっていうあれがあるわけよ。だろ。だからあの人らな、その、佐野ちゃんの、そんなとこないんよな、もうな。な。だからその、なんかそういうふうに、一見じゃそういうふうに見えるんちゃう？ちょっとゆっくりしてるやろ、あの人って。だから。な。病気じゃないよ。病気じゃない。うん。もうそのやってるよ、たまにやってるよ。飯食べた、さっき食べた。今日は禁酒。あ、今日はのりちゃんいかんで、ね。今日はいかんだよ。うん。今日はもう知らう。今日はね。なんか今日はこれ飲んだやろ、これ。のりくんこれ飲んだんやん、今日。これさっき。テンション上げるためにね。うん。一応ね、まあ、やる、今日はちょっとやれるかどうかわからん。うん。ね。もんもんちゅう字だからもうあれなんよ。適当で言うてるとわかんのよ。わかる？もんもんとかな、からじしうんぬんって言うても、それでもネクザってわかんの、一発俺らさ。なあ、これ、ちょっと俺の親心で言うけどな、親心親切心で言うけどさ。もうそんなな、ネットの、ネクザかなって一発はもんもんとかな、そうやろな。そんなんですよ。もんもんとかあんま言わんで。うん。覚えといてな。ほんまの人がさ、もんもんとかあんま言わんのじゃ。うん。なあ。もうそれならまあ、もうこんな、もうコメント読む気でもないんよ。平置きもなくなってくんのよ。ぶっちゃけ。ねえ。ちょ、まあ、ニコ生行くわ。帰るために言うわ。もう、もうここはね、嫌なんよ。なんか言えば言うほど恥かくな、聞いてる、ここよ。言えば言うほどな、自分がな、なんか恥かかされてるような気するの。そういう気になるの、ふわっちでさ。もうちょっと変えるわ。うん。やっぱりちょっとニコ生行くわ。うん。ここあかんわ。うん。なんか言ってて腹立つもん。うん。話やればやるほど腹立つんで、すいませんけどね。うん。よそ行くわ。うん